皆さんこんにちはこんにちは岩七美です小次郎講師ですさあ小次郎講師のマーケット超特急4月22日金曜日午前11時15分現在の相場状況で小次郎講師にご解説いただきますよろしくお願いいたします、はい、さあ小次郎講師 円が一時129円台をつけるなど円安の動きが加速していますすよねねそうです、ねはい、125円というところがね、はい、黒田さんがここまでは大丈夫、えー、ここまでの円安であればそんなに、ね、経済に影響がないと言ってたんですけど、はい、それが一気に129円、うん、こういうところまでいきまして、はい、今は130円の攻防130円はな、ね、んとか超えないようにしたいというこんな感じになってますね。はい 実は昨日、ね、パウエル議長、はい、アメリカの FRB の議長さんですね、この方の発言がありまして、はい、5月に FOMC があるんですけどもその FOMC で0.5%の利上げ、これをダブル利上げという、ねはい、いい言い方をしますね、通常は0.25%が通常なんですけども2回分を1回でやるというダブル利上げ、これがほぼ間違いないというですねそういう発言がありました。はい なおかつこれから先利上げを加速していかなきゃいけないというような発言があり、はい、しかもですねインフレを今年中に抑えられるとこういう発言をかつてしてたんですけど、はい、今年中では抑えられないと今年中では抑えられないとこういう後退的な発言になりまして、はい、まあそのためにはより一層利上げをしていかなきゃいけないということでですね、まあ、ちょっと市場としてはあ、ね、一気にです、ねまあ、金利が高くなるという、ね、こういうことを意識した動きになりました。 それに換え日本はですね金利を上げようとしないという動きですね、はい、まあこれ後で詳しくお話しますけどそれが直近のマーケットの一番大きなニュースになっております、はい、じゃあ今日は最初にですねフェドウォッチ,ォッチから見ていきましょうか、はい、はいえ、フェドウォッチね皆さんご存知だと思いますけど CME という取引所が出しているねこれから先の FOMC の金利予想こういうことになっておりますね、はい えー、CME が金利の先物取引から逆算した、ねえー、データということで非常に信憑性があるということなんですけど、まあ、日々刻一刻変わってきますと、はいえー、実は、ね、直近の5月の4日この FOMC ではどんな状態かっていうと、はい、これね75から100。 ベーシスっていう言い方をしますけど、はい、0.75から1になる、ね、今現在が0.2525、はい、ベーシスですからこれがダブル利上げその確率が 97%97%、はい、97っていったら残りの3%はどういうもんですかっていうと100から125、はい、1> で1回の利上げという、ね、可能性はゼロなんです。2回利上げが97ほぼ間違いないなんですけど、はい 三回利上げだってあるかもしれないよという状態になってるんですね。はい、で、今年のね、十二月ね、えー、どういう金利状態になってるかってことをちょっとお見せしますけど、十二月は十二月の十四日に FOMC があります。その時にどうなってるかという予想も出ておりまして、それを見ますと二百七十五ベーシス、はい、現在が二十五ベーシスなんです。はい 25ベーシスから275ベーシスにね、えー、移るとしたらあと250ベーシスは上がる一、はい、回が25ベーシスだとすると、うん、残りの利上げ回数は並びに何回でしょうか10回です10回なんです、はい、もう10回なんていうね数字,数字が出てきてるんですね、はい、これ前回の FMC をやった時にはあと残りの利上げ回数は6回だとか7回だとかね、はい この6回、7回でももう市場はびっくりしたんですけど、はい、その後それが8回になり9回になり、うん、今、10回というものが出てきてその右側、ですねこれが一番確率が高いんですけど、はい、その次もそれなりに確率高いですね,、はい、36ね300ベーシス300ベーシス3%の金利になるといったら、うん、あと残りで、ね、何回利上げをすることになるでしょうか。11回ででですすすかかよろしいですか皆さんんんもうこなな状態になってるんです <laughs> アメリカの、ね、FOMC は残りの回数が6回ですその6回の、ね、FOMC で10回だとか11回利上げをするなんていう話が出てくるぐらい大変な金融引き締めになっていると、ねまあ、それに対して日本は金利の上昇を抑制しているということがありますもんですから日米の、ね、金利差がどんどん広がり為替が円安になっていくというこういうような状況があるわけですね。 この為替の動きが今一番マーケットについて注目しておくことですね。じゃあね株の動きを見てみましょうか。はい、はい、チャートが出てきました。これはクリッククリック株三六のね四銘柄です。左上から日経二二五、ニューヨークダウ、そしてイギリスの F.T.S.E. 百、そしてドイツのダックス。どれを見てもですね、はい、明確なトレンドがありますっていうのがありません。はい。まあどちらかというとこのイギリスの F.T.S.E. 百がね。 えー、ステージ1で安定上昇になるかなっていうところですけど前回の高値をまだ超えておりませんからちょっと頭が重いっいう状態ですね、はい、他のの、ね、この日経225ニューヨークダウそしてドイツのダックスを見ると全て帯というね中期移動平均線と長期移動平均線の間が極めて細くなってますね、はい、帯が細いという状態はもみ合い相場を、ね、表しております。ですから今方向性がない、はい 方向性がない動きにね、えー、株式市場はなってるね、えー、世界全体でねまあインフレが加速しているという中でなかなか買うにかけない買えない、はい、だけども悪いのかっていうと悪いわけでもないという難しいところにありましたね、はい、今ちょっと中途半端な動きになってます、ね、じゃあちょっとこのクリック株三六五の他の銘柄も見てみたいと思いますねはい、はい、出てきました、はい、ねこれは、えー、クリック株三六五の金の価格そして 原油の価格、えー、左下があこれはナスダック100の価格ですねナスダック100はちょっとやっぱり下がってきております、はい、これやっぱり新興資料というのはお金を借りて銀行からお金を借りて企業活動するもんですから、はい、金利が高くなるっていうのはあんまりよろしくない、はい、ということで頭が重い感じになっておりますけど金安定して上昇しておりますね、はい、原油ももうちょっと上がったら高値を更新しそうな感じになっておりますね えこういうことでコモディティがやっぱり強いんだなとコモディティが強いってことはやっぱりインフレがやってきてるんだなというねこんな感じがしますよね。はい、で今日の一番のテーマは為替だというね話がありましたけど、えー、これから先は為替のチャートをね、はい、ちょっと見てお話をしていきたいと思います。じゃあ為替のチチャャーーートトに移しししまますはいチャートが出ててきました左上から米ドドドルル円、ユーロ円、ポンド円、円、ユロポンカナダドル円そして 豪ドル円、ニュージードル円、スイスフラン円、これは南アランド円になりますね。まあほとんどすべての通貨ペアで右肩上がり、円安の動きをしているってことがわかりますね。はい、特に米ドル円はこの顕著な動きになっております。はい、ぜひ一般投資家の方に気をつけてもらいたいんですけどね。米ドル円というのは長い間。はい 動きがなかったんですよね。そう、ねえー、動きが一年間で10円未満という動きを長い間続けてました。はい、ですからもうちょっと上がるとね上がりすぎだということで売りたくなり、ちょっと下がると売られすぎだってことで買いたくなるんですけどね。それはあくまで直近の動きであって過去にはいくらでも大きく動いてるとね。まあちょっと週足で見てみましょうか。はい。ね、えー、動かなくなったのは2017、ね、年ぐらいからずっと動きが小さくなりました。 その後のねそのねそ前の2016年ってこんなにもっと前を見るとこんなに動いてると1年間で50円近くですね動いてる時だってあるわけで1年じゃないなこれは2年ぐらいか,かけてるんですけど、はいえー、50円ぐらい動いてる時もあるそして今どん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 円安になっておりまして、はいね、もう20年ぶりの円安というふうに言われてるのはどこかというと。 ここら辺ね20年ですからもっと前ですねこここら辺ですかの高値この高値を超えてきたんでここら辺の高値になってますその前にこういう高値があるんですけどあとしばらく上げればここも超えてきますんでそうすると24年ぶりの高値っていうここを挑戦するっていうね、はい、今現在この高値を超えているところ。 ここに挑戦しているところというようなことで為替の円安がとどまるところを知らない、はい、こういう状態になってますけどこれは金利差の問題であるということで金金利利ののチチャャーートトを見てみたいいと思いますす、はいはい、こちらがでアメリカの10年物国債の利回り日本の10年債のね金利国債の利回り。 ドイツの10年祭イギリスの10年祭イタリアオーストラリアニュージーランドトルコそれぞれの10年祭の利回りトルコはちょっとね違った動きをしてますけど、はい、ほととんどの国ががが右肩上がりだってことが分かりこかますね、はい、その右肩上がりの中で上げ方が日本だけちょっと緩やかだっていうのが分かりますかね少し横ばい気味ですよね,ねアメリカと比較してみましょうアメリカ大きくします。ね、ものすごい勢い勢で、はい、え上がって きておるっていうのが現在の上昇ね、えー、ということが分かっていただけると思います。じゃあそれに対して日本、ねえー、上がってるといえば上がってるんですけど、ちょっと頭が重たいね、はい、感じになってますね。この横線を引いたところが0.25%というね、はい、ところに横棒を引いておりまして、はい、この0.25%が日銀が 金利の調整で長期金利は0.25%までで抑えたいとこういう意向を示しているところなんですね。で、はい、そのために日銀は国債の指値オペっていうのをしてます指値オペっていうのは0.25%以上に金利がなったら国債を日銀が買うっていうことなんですね。買うとどうなるかっていうと買えば買うほど金利が下がってきます。ということで0.25%以下に抑えようとしてるんですけどなんとなくもう 抑えられないという感じがしませんかもう上髭で何度か超えていますよね,ね、うん、えー、日銀はこのね、えー、差し値オペを連続でやりまして、はい、21日から26日までやるとでなぜ27日以降のことがないのかというと、はい、27日に日銀の金融政策決定会合がありますですからそこでひょっとしたら政策が変わるかもしれませんので、はい、まあ26日まではやるって言ってるんですけど ちょっとと、抑えきれなないいんじゃないかと日銀が買っても買っても上がるっていうことはねこれがね、もしパッと超えてきた時にですねスルスルスルっと日本の金利が高くなるという恐れがありその時がやっぱり円高になる可能性がある、ねはい、でもし0.25%ってことをこれから先も日銀がこだわって抑えていくとしたら海外と日本の金利差っていうのはどん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 広げていきますからますますですね、はい、円安になっていくと。 ここういうよういよなことが考えられますどちらにしろ、ね、日本の金融政策アメリカの金融政策大変、ねまあ、劇的な金融政策になっておりますので、はい、株式市場にもそれが大きく影響するとこういうことを皆さんにお伝えしておきたいと思います以上です。 はいいありがとうございますこの円安の流れが今まで長く大きく続いてきたことにより、うんはい、もし反動の動きが出てきた時にその動きがこう急速なものになったり大きなものになったりする可能性っていうのは十分考えられ今あの円安が長く続いてますんで、はい、日本の投資家だけじゃなくて世界の投資家が円安にかけようという動きがだん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 ,だん出てるんですよ。そういうい人がたたくさん集まった後に、はい ちょうど逆転の動きをすると、はい、みんなが慌てて決済しますね、はい、それによって大きな動き1日で2円も3円も円高になるなんて動きもね予想ができますのでやっぱり気をつけていただきたいなと思いますぜひあのこまめにチャートを見ながらチェックしていただきたいなと思います、はい、そして金融政策の決定会合こちら日本の注目度も高まっておりますので、はい、ぜひそちらもお見逃しのないように注目していきたいと思いますそれではまた次回の動画でお会いいたしましょうありがとうございましたありがとうございました